こんにちは。今回は無人回路、カジノモードでの必勝法を解説したいと思います。まずは実践を見せて、そこからパーティー作成チャートを説明をします。まずは深海の精霊です。この段階はロリのみが攻撃可能です。冷静に。ちゃんとタレント有効な地形でやりましょう。冷静に。やるよ。すげえ。感じなさい。引きなさい。行きましょう。冷静に。左に。すげえ。引きなさい。行きましょう。引きなさい。行きましょう。よし。冷静に。はい。冷静に。よし。加速。
次は水流です。時間短縮のためにデバフ使ってますが、一応必要ではない。冷静に蹴りをつけてやる。
冷静に、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 蹴りをよし、うん、冷静に、冷静に、もちろん、通常戦闘でも大丈夫です。冷静に。ご命令を、ご命令を。今日、思考、そして。はい。よし、行きましょう。よし、行きましょう。冷静に、蹴りをつけて、よし、蹴りをつけて、よし、冷静に、今は楽にしてやる。冷静に、蹴りをつけて、よし、
ケリーはつけてやるデセニデセニケリーはよし行きましょう冷静に今は楽にしてやるよ冷静にケリーはよし行きましょう行きましょう。よし。ケリーはつけてやるよ。冷静に。今はしてやる。冷静に。さて、手順を説明したいと思います。前提として500石払って、無限限段階リセットできる状態。まずは単体攻撃持ちのロリを手に入れます。理想は光端の光ですが、妥協しました。タンクの役割は倒すまで、5段階ボスの範囲攻撃を耐えるレベルですので、硬ければ誰でも OK ですが、攻撃しつつガードでき、火ダメ減あり、腹痛ありのヒルダが最適。射程上は早く手に入ればそれだけ楽になりますけど、いつでも手に入れるのでここで、こだわらなくていいかも。動画撮ってなかったけど、段階には最高道持ちのリアナを手に入れば大丈夫です。かなりぬるいので、ここで射程上とか武器や、天の商品をリセマラしてもいいでしょう。段階3はクラマ。段階4はクールダウン2の最高道持ちを取りましょう。段階3のスキルのクリスタルは魔法攻撃のみ、段階4は物理攻撃のみですので、リセマラするのなら段階4の、天からいいもの出すのもいいでしょう。
段階5はクールダウン2の、最高動持ちと最高動の、スキルを取りましょう。スキルのクリスタルはサポートスキル確定なのでかなり早めに、最高動出ると思います。この時点で無限ループは発生しませんけど、これらのスキルがあれば段階5の、ボスも楽勝です。見ての通り、ミスありでも余裕でクリアしました。倍速で垂れ流しますので、じっくり見たい人は動画の、再生速度を落としてください。では、あとほど。
めでとうございます。ゲームクリアです。見ての通り段階8の点から覚醒スキルが出るのでロリの覚醒スキルを取りましょう。これで精霊までの準備 OK です。その後は段階11でもう1回ロリの覚醒スキル取ればどこでも無限ループが完成して全てのステージをワンターン切る可能になる。ではさらばだ。